動画は陰影を模した JPG ファイルからレーザーカットファイルを作成しているところです。今は家から出ないことが自分を大切な人を守ることにつながります。一般的な会社や役所はハンコがないと何も回りません。ここに女子へのハンコを。 A は出張中でして、じゃあここに女子 B のハンコを。 B も同行してまして、なんてこと。会社員なら一度は経験したことがあるでしょう。ハンコシステムがリモートワークの足かせになっていませんか。書類もデジタル化された今の時代、認証はアナログな押印で良いのでしょうか。前置きが長くなりましたが、ハンコレス化推進のためにこの動画ではハンコの危険性を紹介します。陰影からハンコが複製できるかの検証です。実際の陰影だと色々と問題が出てきそうなので、アイコーンモノさんのサイトからダウンロードした大変よくできましたの JPG ファイルを使用しました。レーザーカットファイルの編集が終わりました。レーザー加工します。素材は100均で買ったシリコン系の鍋敷を使いました。動画を見て気づきましたが、ちょっと掃除しないといけないですね。このレーザーカッターは 50W の CO2 レーザーカッターです。アリエクスプレスから購入しました。本体代は7万円台でした。余談ですが、この発光の原理はわかりますか。アップ主は初めて見たとき悩みました。 CO2 レーザーの波長は約10ミクロンで、可視光より20倍ほど波長が長いです。 E イコール波×C 割るラムダなので、 CO2 レーザーの方が可視光よりエネルギーが低いです。例えば白色発光ダイオードは蛍光体に青や紫外の光を当てて電子を遷移させることで波長変換させます。この場合波長は長い方にシフトします。今見えている光は電子の遷移とは別の物理現象による光です。ここからはアップ主の推測です。10ミクロンという長い波長なので対象物の電子には影響しませんが、大量の光子が原子核にぶつかることで原子の熱エネルギーが上昇、やがて電子の結合が外れて、そこに空気中の酸素が結合、つまり燃焼による発光と思われます。今回の場合シリコンの燃焼なので、燃えかすは SiO2 でガラスの微粒子と思われます。レーザー加工が終わりました。両面テープで指示棒に貼り付けます。ちょうど良い棒がなかったので醤油の蓋に貼り付けました。押してみます。彫りが浅いようで、強く押すといらないところまで転写されてしまいます。少し軽く押してみます。元の JPG ファイルと比べてみます。今回複製した陰影は少し粗いですが、カットや素材の条件出しをしたらもっと元の画像に近くなるでしょう。理論上は陰影からハンコを複製することも可能です。これを機会に電子印鑑も考えてみましょう。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録と評価をお願いします。またツイッターで動画情報をつぶやきますので、フォローをお願いします。We'll be right back.